No. あんた、何のつもりか知らんが、どうせなら生きているもんにやってやっちゃどうだい。その方がよっぽど人助けだ。人はそう簡単には救えん。だからって無駄が過ぎるんじゃねえかい。太陽変わらじゃあるむし、あんた一体あやかしか。確かに人のものだ。笑えるのだな、お前。わしの声も聞こえるのか。聞こえる。しゃべれる。なんということだ。目はまだ見えぬようだが。でも感じる。ずっとずっと感じてた。そうだ、わしはお前の、お前の何なのだろうな。お前に出会い、人の体を与え名付けはしたが、それが果たしてお前にとって、あれはまるで、これ、ああ、壊れたようだな。戦いに使った。だから同じものを欲しい。腹が減ってるだろう。これが欲しい。まずは何か食わねばな。さあ、できたぞ。
少し待っておれよ。大丈夫。熱いのはわかる。冷たいのも全部わかる。そうか。そうだったな。癖は抜けぬものだ。さあ。お。紐がもろくなっておるな。新しいものに取り替えてやろう。お前の出生につながる唯一のものだからな。大悟影光。大悟。あったのか、その家紋の主に。それがお前の。俺を鬼神に食わせた。まだ食ってる。それは一体。百鬼丸、聞いたままでよい。話してみよう。家紋の主はそなたに何を語ったのだ。百鬼丸、お方様、お目覚めになりましたか。すぐにクスしよう。私はどこまでも甘い。若様、お方様がお目覚めに。おお、それは頂上。若、急ぐ用があるゆえ戻ったらお目にかかる。お母上のお顔ぐらい見てからにすればいいのに。御領内にあやかしが出たのだ。仕方あるまい。若は変わられた。兵庫だが、確かに以前とは。つまりお前一人に国一つがのしかかっているということか。なんと思い、お前を拾い生かしたのは地獄を味わわせるためだったか。あれがいる。あれが欲しい。できぬ。新しい足はやれぬ。なぜ。お前はまた鬼神との戦いに行くだろう。鬼神を倒し、体を取り戻し、そしてお前に乗っている国は、いや、それは領主であるお前の父が攻めを負えばよいことだ。確かにお前は姿は人に近づいたのかもしれん。だがその実、人から遠ざかってはおらぬか。あの様子、お前が殺めてきたのはあやかしだけではあるまい。わしにはわかる。新しい義足はお前をまた地獄へ近づけるだけだろう。わしにはできん。あれは欲しい。すまぬ。なぜ。わしはお前を救えぬ。救えぬ。救えませぬ。私はそなたを。クス氏がもう心配はいらぬと申しておった。二度とあのような愚かな真似はいたすな。まこと愚かにございました。私の命など何の足しにもならぬものを。殿、首なしの菩薩像を覚えておられましょう。ああ、
常日頃拝んでおったな。あの首が消えたのは百鬼丸が生まれた時、私はこれこそ信心の賜物と、その後もずっとあの子の無事を祈り続け、生きていると分かった時は母の思いが通じたのだと。なんという思い上がり。殿、百鬼丸が生きていたは、あの菩薩像が身代わりとして鬼神に食われたためにございます。そうでなければなぜ全てを奪われたあの子の頭が残っておりましょう。あの菩薩像が砕けた時、はっきりと感じたのでございます。十二の鬼神のうちあの子を食い損ねた者がいると。菩薩像が砕けた今、殿との約定は破れました。そして百鬼丸はきっと己の体を取り戻すでしょう。殿、この国の安寧の時は終わりまする。そなたの思い過ごしじゃ。早く体を治せ。おるか。地獄堂に見張りをつけ、どんな異変も見逃すな。は、それと百鬼丸の行方にございますが、あれが連れていた子供を見つけたとの知らせが。多宝丸に行かせよ。それが人の気配がないな。庄屋の一家と使用人が何名かいたそうですが、ぱったりと姿を見せなくなったとか、あやかしが出始めた頃とのことです。若、いますね。焦ることはない。風穴はあるし、食料や水もまだいくらかはある。百鬼丸、なぜと言ったな。わしもお前に問おう。なぜだ、なぜ戦う。ここを出ればまた修羅の世界に戻ることになる。それでも出たいか。出たい。体が欲しいのか。欲しい。お前は人にない力を持っている。人並みの体はむしろお前を不自由に縛るかもしれん。それでも欲しいか。欲しい。なぜだ。なぜ。考えたことはないか。俺のものだ。だから鬼神は全部殺す。バカ。バケネズミだ。抜かるな。はっ。素早い。手負いにした。気をそらすな。百鬼丸、確かにお前の体はお前のものだ。取り戻すのに理由はいらぬ。だが殺すのは鬼神やあやかしだけでは済むまい。お前の父、母、そして弟も、醍醐の民も必ずお前の邪魔をするだろう。そうなればお前が取り戻す体は人の血にまみれたものになる。それは義手や義足よりも重い。その時お前は人でありえるのか。少なくともお前のそばにあるのは屍だけになりはせぬか。この世にお前一人だけに。一人。そう、一人だ。わしにはそれが。違う。ん？いる。誰がいるのだ。今は
今はいない。あれは子を育てるために人を。何？俺もののけ覚悟。私はあの哀れな赤ん坊を救ったつもりで再び修羅の川に流しただけだ。百鬼丸、お前にとってわしもまた鬼神の一人なのかもしれんな。バカ、片付けるぞ。ヨゴ、逃がさん。いかがします、若。人思いに。待て、火をかけよ。親をこのままにしておけば子も逃げまい。若、いくらあやかしでも俺はこのやり方は好きじゃない。兵庫、帰るぞ。陸奥、兵庫、私は二度と剣を上で鈍らせることはしない。この国を、民を守るために。若は、これでよい。誰かいると言っておったな。お前のそばにいるものか。いい、お前が分かっていればそれでいい。お前に殺す以外の存在がある。もしかしたらそのものがお前を人にとどめてくれるやもしれん。百鬼丸、わしの中。一緒に暮らしていた時は名で呼ぶこともなかったからな。わしは、いや、知らんでよい。わしは何者でもない。知ってる。これが何というものか。おっかちゃんだ。バカ、それは違うぞ。違う。私など生きたものと見えていなかったか。まだ死ぬ資格があったとはな。百鬼丸討伐に若を向かわせるのか、殿は。兵庫、栗ごとならば。いや、俺も腹を決めた。若と同じ、情は持ち込まぬ。百鬼丸の一味が袖ヶ浜にいたと知らせがあった。直ちに赴き、これを撃つ。
人。